今まで経験したことのない足の裏の感覚が足は退屈してたんだな足元が不安定だと人間の体幹の中心っていうのはどん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 安定してくる常に軽くバランスを崩すことの安定感みたいな、うん、<laughs> 体を変えていく力を持つ履物なんだろうなっていう。うん 特にあの東洋のこう古い体の使い方を調べていくとあのやっぱり禅っていうのも座禅だけじゃなくて立ってやる禅もあるし寝てやる禅もあるし歩いてやる禅もあるしでそれであの、まあ、瞑想が深まっていくことってやっぱり自分の内面を見ていくことですから暗い世界に向かっていくことなんですよね。うんうん その時にやっぱり座禅立禅歩行禅っていうものをつないでいるものは何かっていったら体の中心にある種まとまった感覚を自覚していくようなことがあってそれを丹田っていうふうに言ってみたりヨガの下がりとチャクラっていうようなことを言うんですけど。 それはやっぱり歩いている時でも立っている時でも座っている時でも共通してあるものなんですよね、うん、だから実はその MBT を履いて一番初めに感じたのはあのこう不安定なゴロゴロした形の中でこう立っているとね足元が不安定だと人間の体感の中心というのはどん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 安定してくるんですよ、うん だからあの立っているとこういわゆる最近その体幹トレーニングとか腹圧みたいなものがねあの流行っていますけれども何も意識していないのにお腹の中心から深層筋がブン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 ってなんかこうこう満ちてくる感じの,あの楽しい感じ思わずあのお相撲のとこうこうしたくなるような感じのお腹になってくるのがすごく楽しくてで実はそれが m v t 入った時の一番初めの印象だったんですよね。 履くもの靴とかそういう履くものというのは履いて歩くためのものっていうそれが当たり前だという意識だったんですけども MBT を使ってみて、まあ、歩いて止まった時におっと思って信号で止まって駅のホームで電車待って止まってその時にああ面白いと思って止まってることがこんなに面白いのか。 いろんなふうにその止,ま止まりつつも揺らぎながらいろんなふうに自分の体を感じて体全体もそうだけどでもとまず最初には足足の筋肉がすごくいろんなふうに感じられてそれがとても楽しいなっていうのが思ってなんかその足の筋肉がこうバランスを取ろうとして動いてる。 こ,ことを意識してるのか無意識してるのかその微妙な感じでやってることがあれこれ,これ今楽しいなと思って足は退屈してたんだなっていうのを感じ特にその立ったまま待つことのある生活がすごく多いその都会の都市生活の中で最近は立ち飲みとかも当たり前になってますしまあ電車も立ったまま乗ることが多くてっていうのはいろんな立ったまま 時間を過ごすシーンが多い中ですごく足が退屈してたんだっていうのをちょっと今までこう経験したことのない足の裏の感覚が来るとえおって思いますよねそうですね <laughs> それを楽しめるっていうのはね普通意識して足を出して歩くじゃないですか。うん でまあの日本の下駄とかってあ足出さなくても前にこう体重をかけると自然に段差があるから足出てくるんですよね。だから歩こうとしなくてもテレテレって力抜いてこうまああの何でしょう前にう重心だーってこう傾けて倒れる感じで自然に足が出てくるっていう風な感じがあって私はだからあの MBT シューズを下駄履くみたいにこうあの倒れるようにして勝手に足が出てくるような、うん。 そのの感じがででききる靴っていうのはすごく好きでだからあの下駄を履いてる時の,あのカランコロンっていうかあの近所をこうかっ歩して長い花粉なんかが日和下駄でこう歩く感じっていうのはあのわらじ履いてとにかくこう山を歩くぞっていう感じじゃなくてもうな何気なくブラっとこう歩いてるあの力の抜けた感じがあの下駄の,あのカランコロンとしたあの気持ちいい音だったりとかね。 そういういうなあの脱力しながらこう歩くともなく歩ける感じがすごく僕は好きで,、うん、で,で脱力してて体が怠けてるのかって言ったら決してそうじゃなくて自分は力抜いてるつもりなんだけど体幹の中心が常に満ちてるっていうのは、うん、あこれはあの多分開発してる方はそんなこと考えてないのかもしれないですけど日本人がすごく伝統的に持ってた感覚に近いなっていうふうな感じ方をしましたね。 割と悪路なんかでもそのいわゆるマサイセンサーのピンポイントのところで地面を捉えることができるのでずっと滑ってる時にもちゃんと踏ん張り効くしで普通の靴だと平坦のやつでこうかかとからつま先来る時にこうガンガンってこう衝撃が来て、はい、上りより下りよ下の方が膝って辛いいじゃないですかそれがすごくあの衝撃がうまくこう吸収しながら降りれてあの楽でしたね。 わりとあの椅子なんかもオーダーで作っている時にあの痛みって例えばいくつかパターンがあってその緊張してこわばっているところが緩み始める時に痛みが出てくるっていう場合があるしあるいは弱っているところが補強されて筋肉性的な痛みが出てくる場合もあってでそれはあの優れた製品は全部全てを心地よくして痛みをなくしてくれるっていうような。 必ずしもそうではなくて、うん、体を変える力があるものっていうのはやっぱりそういう,こう自分にもしこう不自然なとことか不調があると痛みとかね歪みとかあと例えばめまいがしちゃったりとか、うん、そういう不調っていう形であの知ら信号を発してくれる場合もあるので,でそれで当然多分こう合う合わないって思うお客さんはいらっしゃると思うんだけれど多分それだけすごく。 体を変えていく力を持,つ持ってる履物なんだろうなっていうことはなんか想像しますね歩き方のメソッドってやっぱりあの一つじゃなくて日本舞踊の歩き方とクラシックバレエの歩き方と武術の歩き方と太極拳の歩き方ともういろんな種類の歩き方があってそれぞれの目的にかなった正しい方法があるので。 でしかもそのまあ自分たち西洋化しているんだけれどもヨーロッパ人の歩き方がみんな正しかっ,て言ったら全然正しいとも自然であるとも思えなくて日本人にすごく合った形のメソッドもあるしそれに馴染むようなあの本質のところに歩くことの本質にすごく届いている商品だなっていうのはすごく感じているんですよね。であの実は一例をこう一つ出すとある 大学の体育の先生が脳卒中で全身麻痺になっちゃって歩けなくなっちゃったその時に歩くトレーニングする時にもうほとんど足でで地面掴んで踏ん踏、ねうん、だから本当に筋力全然使わないで骨のバランスだけで歩かなきゃならないっていう時にちょうど土踏まずのちょっと足首よりくるぶしからちょっと土踏まずの辺りに来て。 で、そこが、まあ、ちょうど、あの、マサイセンサーがあるところと全く同じところなんですね。うん、で、太極拳なんかでも、あるいは、気功のトレーニングなんかでも、立ち方のトレーニングがあって、あの。例えば、ちょっと、こう、やってみると、こう、前の方に体重をかけると、こう、すねとか、こう、指が緊張するじゃないですか。後ろの方にかけると、ひっくり返りそうになるじゃないですか。で、それを、こう、前後に、こう、ゆすりながら、一番緊張のこない。 力を使うので立てる中心のところを探すんですよね。そうすると、すねの骨の真下のちょっと前、つまりくるぶしのちょっと前のマサイセンサーのところに来るんですよね。うん、だからそれはあの多分あのアフリカの人たちの歩き方を、うん、ヒントにして西洋の人たちが開発したものかもしれないけれども、ここの土踏まずのちょっとねあの足首寄りのところにバランスを置いて立つっていうようなことをおそらく ヨーロッパの人にもアフリカの人にも日本人の歩き方にも共通してあの普遍化できるような形の一つのポイントになりうるものだなっていうふうに思っているんですね、まあ、だ,だからなんか結構そこのねここのところですか今ちょうどあの新しい新商品のやつをあの私も試着させたまま今出演しているんですけれども、うん、ちょうどここのところですよね。 だから何かその歩きながらこう不安定なものがあるおかげによってやっぱりこっちの方よりも,もう常にここに自分のバランスを保つ中心があるんだっていうふうなことをちょっとこうね気にしながら歩いてみるとそうするとちょうどこうお腹の中心の真ん中の丹田のところにこ,うこ,うここに乗っかってくれるっていう感じが出てくるのでなんかあの普通に歩いてるだけでこう。 お腹周りが結構シェイププアップしてくるような感じのでも服でも靴でも椅子でも作ってる人っていうのはものすごい研究して作っているのであのどういう歩き方を想定しているのかとかどういう座り方を想定しているのかどういう立ち居振る舞いを想定して作られているのかっていう作り手の意図をきちんとこう理解してそれを自分がフィードバックできるとすごくこう使いこなせる幅は広がっていくしなんか自分の感覚はどんどんなんだろう 楽しく広がっていくような気がしますね NBT を履いて、うん、バランスを取るんだけども、うん、でバランスを取れるポイントがあるんだけどもでも常にまたバランスが崩れて、うん、でまたバランスを取ろうとして戻って、うんうん、でまた崩れてその崩れるのもちょっと違う風に崩れて、うん、それでまたバランスを取ろうとしてっていうなんかそのバランスをが取れる、うん。うん 崩れる取れる崩れるの中をこう揺らいでる感じがすごい楽だなと思って要するにその安定して安定した姿勢とかバランスを取るとかっていうとなんイメージとしてやっぱりこうじっとしている動かないでいるっていう感じがあるんだけどもそれはすごい辛いことで一番楽なのはやっぱりこう微妙になんかこうクラゲみたいに。 ってしてるのがすごく楽で <laughs> それをこう MVT 履いてるとこう自然に、うん、自然にゆらゆらする感じが楽しくもあるけども楽しいっていうのはつまり楽だなっていう感じですね。うんまあ、お同じ字書きますし、ねうん、そのバランスが崩れることは決して悪いことではなくて、うん、その常に小さくバランスを崩してまた戻すっていうのが、うん 意外に大切ななんだなと、うん、舗装路ではない山道を歩いているときにあの歩きながら感じるのはやっぱり常にバランスが崩れるんですよね一一歩一歩どういうふうに設置するかは、うん、そのどこで足をついてどこで蹴り出してなんて言う前に勝手に凸凹ココされてるんでだからその自分が思い描いたようには 着地とか踏み出しができなくてでもそれがなんかすごくよくて、うん、なんかこのトータルとしてはバランスを取,り取ろうとは思いながらもこう少しずつバランス崩しながらまた戻しながら歩いていくってその感じがすごく楽で、うんうん、だからアスファルトが辛いアスファルトは本当に5キロとか歩けばすごく きつくなるのが山道なんて40キロ歩いても全然疲れないんですよ、うん、その辺はやっぱりその常に軽くバランスを崩すことの安定感みたいなのが、うん、<laughs> あるんだろうなと